What's up, everybody? りょうすけです。今日はね、俺のこのチャンネルの中でも大人気シリーズ、世界の闇のコーナーということで、メキシコ編お届けします。で今日もね、また前の動画でも紹介したけど、コーディネーターのサンティと一緒に行きます。よろしくお願いします。お願いします。これがイスタパラパにしかほとんどないトゥクトゥクみたいな。わあ、元タクシーっていう。元タクシーやって、これは本当この地域イスタパラパにしかない。メキシコでもこの辺にしかないらしい。結構シティの案内したけど、シティはみんな思ったより綺麗やったでしょ。でこの辺はやっぱね、結構カラフルでっていう感じの家が多くて、雰囲気的にもシティとはちょっと変わった感じの場所にはなるんだな。俺の友達の友達ね。やばい、サンティの友達の友達がこの辺の地域で首を切られたらしい。首刺された。刺された。いや、まあ、ほぼ一緒やけど強盗にあって逃げようとして逃げ切れなくて刺されたらしい。まあ、でも今回はサンティがいてくれるっていうのと、またこのスラムのところに住んでる人にね、アポも取ってるんで、この人に会いに行くついでにちょっと今ね、街の中紹介します。これスラムのね、物価は安い。24で1800円ぐらい。めちゃくちゃ安いな。場所によって物価も変わるから、やっぱスラムって大体ね、この物価下がるよ。卵を例えば25ペソ、30個で120〜130円ぐらい。やばい。よし、いいやつらなんだよね、みんな。なんかみんなやっぱ笑顔やな、メキシコ。まあ本当いろんな動画見したけど、メキシコの人って本当にね、陽気な人多くて、なんか悲壮感本当なくて、みんなすごいフレンドリーなよね。それが大好きな理由、俺も。やっぱこっちの中米、南米のスラムってやっぱすごいこうカラフルな場所が逆に多いのよね。こういう風に、まあ、言ってしまえばカラフルになればなるほどちょっと危険なんじゃないかなって思った方がいいかもしれない。場所にもちろんよるけど。かわいい。かっこいいよな。めっちゃかわいい。かっこいいな。あんまりこう地元のっていうか、メキシコの人もあんまりこっち側にわざわざ来ないで、たまにその物価がこの辺安いから、スーパーとかね、そういうので商品を買いに来る人はいるみたい。めちゃめちゃカラフル。めちゃめちゃいいやん。牢獄の中みたいな。超危なそうやけど。どういうことなの。自然とか感じるんじゃん。あんまり味だけ入んないから。スラム慣れしてるから。あ、そっか。パワーワード来たな。スラム慣れ。目線でわかるね、大体。パワーワード来たな。スラム慣れ。行ったなーって感じで、すごい。でもカラフルよね、ここ。わざわざここはあんまの人が歩いても安全ですって書いてある。書いてあるの。イコール安全じゃないの。なるほどね。面白いね。女の人歩いても安全ですってわざわざ書いてあるよ。そんな書かなくてもいいやんね。あ、普通のとこやったらね。やっぱどこの店にも結構ね、鉄格子みたいな感じですね。で家の感じとかちょっと、そうそう、でも明日ね、こういうとこ行けると思う。すごいなぁ。カラフルもあるんだけど、神様が祀ってるとこが多ければ多いほど治安悪いよね。そうだね。めちゃめちゃ草の匂いですね。パンティーはやっぱ神様を祀ってる感じが多いところほど治安が悪いらしい。匂いが結構きつくなってきたね、なんかね。下水の匂いっていうか。あの家の感じとか。ああ、すごいな。もうガチの俺が言ったそのブラジルのファベーラとそのレベルではない感じで、ちゃんとその低所得者の方が住んでるっていう感じの場所やな。
もうなんかこれ取ってたらもう撃たれるとか殺されるとか、そういうレベルではないよ。いろんな喧嘩すごい。メキシコってめちゃくちゃこの野良犬とか多いらしくて、これなんでかっていうと、ペットを飼ってる数がもう世界一ぐらいらしいんやけど、飼ったはいいけどそのまんま捨てちゃう人も多いらしくて、ドーベルマンの野良犬とかもいるらしい。なかなか独特な雰囲気感はある。ほらみんな挨拶を返してくれるからね、うん、ガチスラムやったらもうただただ睨まれてるだけやから、ね、そうだ。まあでもやっぱちょっと緊張感はやっぱあるね。今からね、この3人の出会いの家に行くと。すごいね、味があるやつ。もうザ・スラムって感じやな、これ。匂いが、なかなか、うん、匂いが強烈やな。ここです。あ、ここどれ？あ、いいとこ。ママー！うわー。すごい。すごいな、もう野良犬じゃないレベル。上にもさ、洗濯物とか干してるやん、外に見えるかな。こういうのもね、やっぱりメキシコの中ではベランダっていうか、こういうところに洗濯物を干すのは良くないというかね、なんか基本的には行儀、まあ、マナー的には良くないみたいな感じらしい。まあスラムによく見られる光景らしい。普通のところではこういうことはない。ペノーション、ほらこんにちは、よろしくお願いします。こんにちは、こんにちは、ありがとう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 、バスね、バスね、オマールさんです。オマール、オマール、何でしょう。Suki, do you speak English now? I can speak English. Okay, I see you in your channel. Oh, really? My channel? Ah, YouTube channel. Yeah, yeah, yeah. Gracias. 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 Oh, no, pero espérate. Muy bien. Yeah, amigo. I'm your friend. Yeah, friend. 一応ね、オマールさんとさんね、まあ、翌日一緒に実はここで炊き出しをさせてもらうんで、もともとオマールはそういう炊き出し活動とかをもうこのスラムでずっとやられてる。素晴らしい。10のやつがあったの、この辺の。あ、ここのって。あ、ここ。向かい側。え、マジ？え、マジ？え、ちょっとこっちでこっちで。この裏のところで10のあれがあったらしいよ。やばいね。ありがとう。ありがとう。ありがとう。10でありがとう。ここが一応銃撃があったところやな。すごいよな。揉め事で銃出してくる。夜強烈だからね。やっぱ夜はめちゃめちゃ危険だし。ここら辺とか。あ、すごいね。わあ。確かにここ皆さんやってる。あと彼といたらマジ何でも大丈夫。ああ、相当心強いこの地元のボスがいるんだよ。これが多分他のメキシコでは見れないとこかな、うんうん、この辺やっぱ電線すごいよね。スラムある電線をつなぎまくって、うん、これが最初の方にイスタパラバ来て飲み会があったのね、うん、で朝まで誰かにこういうとこで飲んで、こっちでいうコンビニがオクソ、あ、オクソね、うん、で行ったら人だかりになって人死んでたの、うん、え、え、うん、なんで、いや、なんかわかんないけど、すげえ俺もベロベロだったから、やべえよ、死んでんじゃんみたいな、どういうことじゃない、すごいな。いらねえの、そうじゃねえか。あ、ほら、お前さん、あー、ねえ、またムチュブス、ありがとうございます、ありがとうございます、ほら、で、これが、別れた奥さん、別れてから一緒に住んでるから、その娘、家族、家族、なるほどね、ファミリー、めちゃくちゃ高いから、あ、そうだ、ね、80% ぐらいだよ、やばいな、だから家庭複雑が基本。へぇー、お前の気をつけて、あ、お前の助かって、お前の助かって、あー、全員芝居なんだよね。へぇー、食べ込みながら車激突しちゃうけど、いやアミゴス、アミゴス、メガリアミゴス、アミゴス、すごいな、マジで全員友達、あ、マリアの米だ言うてる、そう、マリアの米、いいね、スペイン語速攻覚えんじゃない、多分、いや、覚えた、ほら、さよなら、マニアのマスタルなコミダルな、この彼女も明日手伝ってくれる、あ、オッケー、もっとシュー、ほんと一般の人はね、さすがにここに勝手に来てわーとかってちょっと危ないんで気をつけた方が、パトカーもバリバリ乗ってるんで、ポリシアもめちゃめちゃ見て回ってるし、ちょっと薬の受け渡しないの、まあ、たくさんだけど、場所、そしたら
で今友達売ってるとこ連れてってやるマジ、うん、どこなんですか薬、そのドラッグの密売の場所を連れてきてくれるみたいな実は、またもう一つ報告があって俺の、書籍本の出版が決まりました、こんな感じの本になる予定です Amazon の方で予約開始できるんでそちらの方も確認よろしくお願いします金貸してって言ってたすごいけどもうドラッグディーラーだらけリレゲンリレゲンリレゲン